皆様こんにちは。本日は記者会見にご出席いただきありがとうございます。皆様もご存知の通り、先週まで行われていたワールドベースボールクラシックで、侍ジャパンが見事に優勝を果たしたところでございます。チーム一丸、全野球で掴み取った栄光であり、力を合わせることの大切さを改めて知ることができ、私もリアルタイムで見ることはできませんでしたけれども、大変感激をしたところでございます。市政運営においても市民の皆様と力を合わせて職員一丸となって取り組んでいきたい、そんな思いを強くしたところでございます。また地域で受け継がれてきた食文化を文化庁が認定する100年フードに厚木のとんづけが選ばれました。とんづけは私も子どもの頃から親しんでいる、まさに厚木が誇るソウルフードと呼べる一品でありまして、今回の認定を大変嬉しく感じているところでございます。贈答品としてはもちろん、市内でも食べられるお店もたくさんございますので、皆様にもぜひ味わっていただければと思うところでございます。それでは本日の会見項目についてご説明をいたしたいと思います。それでは資料1、厚木市カーボンニュートラルロードマップ策定につきましてご説明を申し上げます。2050年のカーボンニュートラル実現に向け、10年ごとの温室効果ガス排出量の削減目標を定めるとともに、目標達成までの筋道を示したカーボンニュートラルロードマップを策定いたしました。こちらになります。こちらがロードマップの全体像でございまして、2019年度を現状値とし、2030年度、40年度、50年度とそれぞれ CO2 の削減目標値を設定いたしました。またロードマップには家庭での省エネやオフィスでの省エネなど具体的な取り組みも記載をしているところでございます。さらに現在取り組んでいる最中ではございますけれども、地球温暖化対策実行計画を改定をいたしました。今後はロードマップと計画を分かりやすく周知し、市民の皆様、事業者の皆様と一体となってカーボンニュートラルの実現に向けて取り組んでまいりたいと思います。本日の会見項目は以上でございます。よろしくお願いいたします。はい、以上ありがとうございました。